もう大丈夫。さあ支度しましょう。星に帰る旅の。気流は掴んでる。もうすぐだ。いよいよだな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。空の果てが近づくのは嬉しいですけど、こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。気候も安定してきたみてえだし、みんなの様子を見に行こうぜ。ねえカタリナ。なんだルリア。この世界の空の世界の端っこってどうなってるのかな。
まさか。いや、しかし、そういえば考えたこともなかったな。あなたはどう思いますか？想像できないけどワクワクするだな。オイラも楽しみだぜ。なあなあ、オイラたちが目指している星の島イスタルシアだけどよ、そいつも空の果てにあるんだったよな。お前の親父さんが待ってるっていう。空の果てか、どんなところか見当もつかないな。でもわからないからワクワクするね。ルリアもこいつと同じこと言ってら。ルリア、なんだか嬉しそうだな。この空域ではどんな冒険が待ってるのかなって。そうだな、さまざまな出会いもきっと待っているだろう。それにしてもいい風が吹いてやがる。この風、なんだか懐かしい感じがするわ。え、ロゼッタってこの空域に来たことがあるの？あ、さて、どうかしらね。もう、すぐまたそうやってはぐらかすんだから。野暮なこと聞くなってことだよ。お子様には難しかったか？うっさいわね。子供扱いしないでっていつも言ってるでしょ。そうよ、ラカム、イオちゃんはもう一人前の立派なレディなのよ。ちっ、2対1じゃかなわねえなっと。イオ、頼りにしてるよ。魔法使いとしてだって成長してるんだから。子供っぽいのはラカムの方なんだから。まあまあ、イオちゃん、気分を切り替えて新しい空を楽しみましょう。新しい空域ってのはいいもんだ。初心に帰れるっつうか、空の世界がまた好きになれるっつうか。ええ、安心しな。見張りはきっちりやってっからよ。何かあったらすぐ知らせるで。魔物が出そう。空ってやつは安心してる時に限って牙を向けてくるからな。油断はできねえさ。団長は今のうちにみんなの様子でも見てきたらどうだ。まだ教会を抜け切ったわけじゃねえ。気抜くなよ。みんないつもの調子って感じだったな。さて、停留できる島そろそろ見えてこねえかな。ん？みんな構えろ、魔物だ。ルリアが危ねえ。急いであそこに行くぞ。ワイバーンの群れだぞ。え、雲に隠れてやがった。いいよ、ロゼッタ、いい調査。左舷側の奴らを迎撃してくれ。わかった。このまま行こう。邪魔するんじゃねえ。決めてみせる。はあ、ここだ。行け。た、いい反応だぜ。おら
おっしゃ、ケーキ漬けにはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。でないことは確かだな。クソ、シャレになってねえぞこりゃ。ぶん殴ってでもマハムートを引き離してくれ。やった。やった。すまないグリア。このまま攻撃し沈めさせてもらう。してくれやがって。次来たらもう耐えられねえ。どういうまだか。こいつを殺して溶接完了と。よし、これでどうだ。いけそうだぜ。緊急上昇する。
振り落とされんなよ。やった頑張って、グランサーバー。ありがとう。バファムートは遠ざかっていくぜ。暴走が収まった。食らったら一発で大打物だぞ。なんとか回避できたが、次もうまくいく保証はできねえぜ。あいつ正面に回り込む気よ。この距離じゃどっちみち避けられぬ。みんな衝撃に備えろよ。どうだ、こっち来ちゃうな。一応まだ無事みたいね。バハムートが選手に攻撃の好機だ。それまだだ。次の手に出る時間を与えるな。攻撃を続行するんだ。やったか。大丈夫だよ。やれやれ、一時はどうなることかと。あれ、ルリオ、ダブニ深い暗闇の中、ルリアの声が聞こえる。以前にもこんなことがあった。あれは旅の始まりとなった日、帝国から逃げてきたルリアと出会った日。助けてあげたいと思った。でも僕は命を落として。今度は私があなたを助ける番です。私の力あなたに預けます。私の力を使ってください。きっとあなたなら。命のリンク。ルリアは不思議な力で、一つしかない命の半分を僕に分け与えた。その事実がくすぶっていた空の果てへの憧憬を旅立ちの決意へと変えてくれたんだ。空の果て、星の島イスタルシア、あらゆる望みが叶うとされる伝説の地。そう、ルリアと仲間たちとイスタルシアを目指して旅をしている。イスタルシアにたどり着けば、僕とルリアの命のリンクもきっと。僕は今どこにいるのだろう。そうだ、
船から落ちてしまって、ルリアとビーも。助けられた時の夢、今の状況が影響してんのか。実はさっきからルリアが見当たらねえんだ。きっと近くにいるはずだ。あたりを探してみようぜ。でも、でかそうな森だな。迷わねえように気をつけようぜ。知れねえな。きっとみんな心配してるよな。なんとか合流できるといいけど。探そうぜ。
なんだろう。下の奥に道が続いてんな。なんとかして通れねえか。はっ、はあ、これで進めるぜ。それじゃあさっさとこの森を抜けてみんなと合流しねえとな。そういやルリアと初めて会ったのもこんな森の中だったよな。はい、もらってこ。ザクティンゼルの森でも助けてくれました。思えば遠くまで来たもんだぜ。故郷のみんな元気にしてっかな。何かに使えるかな。おお。
これはなかなか。なんだろう、いい感じだ。遅れて参上ってな。バカ言ってないで、とっとこいつを。
ベイ君も無事で何よりだ。力が湧いてきた。4人揃ったところで連携といこうぜ。全員で集中攻撃だ。みんな、たった。このまま行こう。全力で相手にしてやるぜ。よし、よし、死んだ。終わりだ。仕掛けるぞ。この調子で行こう。了解だ。行くぞ団長。決めさせてもらうぜ。おいしゃ。団長、間に合ってよかった。遅れてごめんなさい。おいしいとこいただきってな。ふぅ、全員無事のようだな。助かったぜ、オイゲン。ところで、ルリア、さっきのバハムートだが、もう大丈夫なのか？うん、大丈夫みたい。原因は何だったんだ？私にも分かりません。ねえ、ここで考えてても仕方ないわ。一旦グランサイファーに戻らない？旦那、また魔物が出ないうちに帰ろうぜ。待ってちょうだい。この道の先、遠くない距離に町があるみたいなの。まずはそこでこの空域について情報を得てみるのはどうかしら。
町へ行ってみよう。それもそうか。今は少しでも情報が欲しい。そういうことならいいんじゃねえか。新しい空域の町か。リンゴあるかな。リンゴ。もうB さんっては食いしん坊。ルリアもね。安心したら急にお腹が。よし、決まりだな。この先の町に向かおう。一体どんな町なんだろうな。おいらちょっと楽しみだぜ。しっかしよ、あんな高さから落ちたのに無事っつうのは奇跡っつうかなんつうかだよな。森の木がクッションにならなかったらさすがにヤバかったぜ。優秀な気空師には運も味方するってもんだ。お、あ、町が見えてきました。なんとか一息つけそうね。早速行ってみるとしようや。はい。その船がいるってことは交易も盛んらしいな。この感じポートブリーズを思い出すぜ。さてルリアを休ませなければな。どこか休憩できる場所は。え、私は平気だよ。あれだけ大変な目に遭った後だもの。無理はいけないわ。でも新しい空域の街ですし一緒に見て回りたいなってですって。少しの間自由行動にしよう。やったー元気なもんよルリアが平気ならそれでいいさ。じゃあ俺は一度戻ってグランサイファーを運んでくる。係留はできそうだしな。そんじゃ俺は新空域の酒の味でも確かめておくとするかな。まだ昼間よ。これだからおっさんは。さすがだろ。褒めてませんやれやれ。ではしばらくしたらあの大きな建物の前で集合するとしよう。知らない街に初めて来た時ってなんだかワクワクしますね。いや今回は本当助かりました。次もお願いしますよ。にもいないのです。
旅自宅はシェロちゃんにお任せ。シェロの知り合いか。いいだろう。武器を見せてくれ。今後も武器のお手入れしてもらえそうですね。そうだな。よし、他にもいろいろ見てみようぜ。どこから見ようかなって悩みますよね。オイゲンさん、海の島アウギュステで出会った元傭兵の戦士。その豊富な知識と観察眼で僕たちの旅を支えてくれてる。
招待ですね。どなたに来ていただきましょうか。イオ、火の島フレイメルで出会った女の子。まだ幼いながらもしっかり者で、いろんな魔法が使える魔導士だ。ロゼッタさん、茨の魔法を操る絶世の美女。その素性の多くは謎で、なかなか教えてもらえないんだ。ロゼッタさん。あら、ルリアちゃん、町は見て回ったの？あの、私も何かみんなのお手伝いをしたいなって思って。そうなの？別に無理しなくてもいいのよ。でも、私も何か役に立ちたくて。役に立つ、深く考えすぎじゃないかしら。な、何かないでしょうか。そうね。それじゃあ、この町の楽しいことを調査してもらえる？楽しいことを調査ですか？ルリアちゃんが見て、触って、体験して楽しいと感じたことを教えてほしいの。なんかめんどくせえことするのだけが役立つ手伝いってわけじゃねえからな。そうですね、わかりました。私頑張って楽しみます。お願いね。風が穏やかね。
鍵を手に入れたらまた来てみよう。お、団長か。どうだ、楽しんでか。うわぁ、ずいぶん出来上がってんな。ちょっといいか。この近くの島にレアメタルの採掘を生業にしてる村があるらしくてな。そこに星神様ってやつを祀った祭壇があるんだと。なんでもその星神様の起こす風のおかげで鉱脈が簡単に見つかるとかなんとか。でその村で採れた鉱石を加工した宝飾品がこの町の主要な特産品ってあれだ。どうだ、気になんだろう。うまく一枚かめりゃ一儲けできっかもな。でなわけで俺はもう少しここで情報を集める。なんか分かったら知らせっからよ。じゃあ団長、また後でな。この銘柄気に入ったぜ。おい、ラカム、僕らの船グランサイファーを狩る凄腕の操舵士。ぶっきらぼうでシャイだけどなんだかんだで優しいんだ。よし、その規模の船は初めてですが、まあうちでもなんとかなるでしょう。悪いな、急な話で。いえいえ、場所は開けておきますから船をこちらへ。ありがとうさん、すぐに運んでくる。ラカムさん、あの、おう、どうやらグランサイファーの修理できそうだ。今話をつけたところだぜ。あの、私のせいでグランサイファーが。ごめんなさい。おいおい、ありゃ別にルリアは悪くねえだろう。気にすんなって。でも事故みてえなもんだ。ワイバーンもあんなに襲ってきてたしな。ルリアのせいじゃないよ。だな、オイラもそう思うぜ。団長もそう言ってんだ。だからもう気にすんなって。ありがとうございます。そうそう、せっかくの新空域だ。もっとワクワク気分で行こうぜ。んじゃ、ちょっくらグランサイファーを連れてくら。船の方は俺に任せときな。気持ちいい風、なんだか懐かしい感じがします。私はまだお化粧とかよくわからなくて。ルリアは元がいいからびっくりするくらい綺麗になるかも。そんなことないです。そうだ、ねねルリア、今度一緒にお化粧してみない？ロゼッタに教えてもらいながら。
団長も見てみたいと思わない？いいと思う。私も大人のレディーになれるでしょうか。これもお化粧道具なのかな。使い方わかんない。そうだ、安いよ安いよ。今ならどれもこれもよりどりみどりだ。カタリナさん、非道なエルステ帝国からルリアを救った騎士。剣の腕は一流、いつも冷静でとても頼れる人だ。見慣れたものを見かけたものでね。訓練用の木人だ。カタリナは剣の達人だもんね。まだまだ、私の剣は道半ばさ。ないな、お前も結構やるけどよ、姉さんとならどっちが強いんだ。やっぱりカタリナさんかな。さてどうだろうな、今度手合わせしてみるのも面白そうだ。勝負ってことですか。はあ、そうなったら私どっちを応援したらいいんでしょうか。ひひ、そんなのどっちもでいいんじゃねえか。なるほど、そうですね、どっちも応援します。そうだ団長、これは覚えておいてほしいんだが、私たちの戦いの技術はマスタリーポイントで磨かれる。戦いが厳しいと感じたら思い出し確認してみてくれ。新しい技だ。なるほど、こうか。団長に負けないよう私も日々精進せねばな。少し早いかもしんねえけど、待ち合わせ場所に向かってみるか。
新しい依頼か。待ってくれ。勝手に出かけたらみんなが心配するぞ。確かこの辺で集合するんだったよな。もう町の探索はいいのか？もう十分かな。そっか。そんじゃあみんなが来るまで一休みしてようぜ。あ、見てください、グランサイファーです。確かラカムが修理に出すって言ってたよな。あの、今日私がグランサイファーから落ちた時の話なんですけど、あなたがすぐに手を掴んでくれて、私すごく嬉しかったです。今までいろんなことがありました。いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、危険な目に遭うこともありましたけど、いつもあなたが助けてくれて本当にたくさん感謝しているんです。あなたと私は一心同体だから、だからこれからもずっと一緒に旅を続けましょう。うん。改めて言うとなんだか少し恥ずかしいです。そうですね。いい香りでしょ。そうね。すまねえ、待たせちまったな。グランサイファーの修理を頼んできた。よかった、ありがとうラカム。さて、船の修理が済むまではこの町で。あっと、忘れ物が。うん、お、なんか声が。では行ってきます。失礼しました。僕はトカゲが苦手なもので。おい、こら、おいらはトカゲじゃねえ。喋った。待ってくれ、驚かせてしまい失礼した。私たちは旅の気空団だ。怪しいものではない。そして彼は B 君。驚くのも無理はないが、害はない。それどころか、むしろとても可愛らしい。兄さん、違うぜ、オイラはかっこいいドラゴンだ。え？ああ、気空団の方でしたか。そうだ、自己紹介がまだでしたね。僕はローランさん、助けてくれ。俺たちの村にいきなり竜巻が。竜巻？風？まさかテンペールの星小獣が。え？あなたはフォルカで待機してください。あとは僕に任せて。ああ、気空団の方々、すみませんが急用ができてしまい失礼します。ああ、ちょっと行っちまったな。
ただごとではないのは確かだな。あの御神を追ってみよう。テンペールにはまだ逃げ遅れた人たちがいる。一体どうすれば。突然祭壇が光り出したと思ったら恐ろしい突風が。星神様が怒っているんだ。落ち着いてください。詳しい状況を教えてもらえますか。そうだ、そうだな。祭壇、突風、星神様ね。なあ、これってなんか気なくせえな。バハムートが暴れたのも無関係じゃなさそうだな。あのメガネの人、何か知ってそう。ねえ、ついて行ってみない。そうだな。どうする団長。困ってる人を放ってはおけない。だな、お前の言う通りだぜ。よし、それでは行ってきます。あの、おや、先ほどはどうも。なんだかドタバタしてすみません。ご用事でしたら後日でお願いしたく、これから町を出なければいけなくて。担当直入に言おう。私たちも同行させてはもらえないだろうか。え、何やら困っているのではないか。内容によっては力になれればと。それはありがたい話ですが、さっき星小獣って言ってましたよね。もしそれで困っているなら助けになりたいんです。俺らは今日この空域にたどり着いたんだが、着いたそばから一悶着あってな。星小獣か星神様かわからんが、俺らも無関係じゃねえと思ってんのさ。つまり私たちの目的も同じってことよ。それなら問題はないでしょ。いや、しかし、確かに人手は多い方がありがたいですが。わかりました。ではお願いできますか。現地では何が起こるかわかりません。今のうちに準備を整えておいてください。よし、それじゃあ戦うメンバーを選ぼうぜ。よろしくな。任せてちょうだい。私がついていこう。あそこのカウンターでお仕事、クエストを受けられるみたいですよ。旅の合間に覗いてみるといいかもです。
一杯どうだい？よし、準備ができたら発着場に向かおうぜ。そんな、はい、まもなく出航します。皆さん、準備はよろしいですか？大丈夫です。では船へ急ぎましょう。よいしょ。あとは自動操舵で十分でしょう。ご挨拶が遅れました。僕はフォルカの教会で司祭代理を務めるローランと申します。私はカタリナ、この騎空団の一員だ。ラカムだ、よろしくな。私はヒオ。オイゲンだ。ロゼッタよ。オイラはビンティンだ。ルリアです、よろしくお願いします。そして彼が団長だ。へえ、こんなに若いのに気空団の団長ですってこれは僕も負けてはいられません。実は僕、教会にお仕えする傍ら便利屋も営んでおりましてね。家具の修理から恋の悩みまで、お困りごとはズバッと解決。この便利屋ローランに不可能はありません。という感じで、はい。なんかちょっと変わったやつみてえだな。し、聞こえちゃうでしょ。ひとまずよろしくな、便利屋の兄ちゃん。兄ちゃん僕の名前はローランです。うん、わかったよ、便利屋の兄ちゃん。ローランです。